では、ただが、この表題の、文献について紹介させていただきます。この論文は、これらの、著者と、著者の、論文になります。で、この論文は、ACL の2018からのものになります。まずアブストラこの論文についてです。テキスト分類を、ラベルと単語のエンベディングする問題とすることを提案しました。また、テキストシーケンスとラベル間のエンベディングの、適合度を測るアテンションフレームワークを導入しました。提案するリームアルゴリズムでは、計算コストを抑えつつ、テキストクラシフィケーションで、ステートオブジアートと、同等の、パフォーマンスを、実現しました。この、リームの、モデルになります。上の A が、従来のモデルになりまして、下が、この提案モデルになります。単語と別に、ラベルを学習することで、より、高い精度を、狙っていきます。下の、モデルは、見てもらう通りなんですが、式の通り、C と V の、コサイン類似を取って、このような式で求めていって、ラベルと、単語を、同じ空間に埋め込んだエンベディングしたして、いきます。このモデルを、使って、これらの、5つの、データセットを用いて、評価を行っていきます。データセットの内容は、この、表の通りになります。実験の結果です。下の2つが提案したリームでの結果となります。他の手法、従来の手法と比較してステートオブジアートと同等な結果を得られていることがスコアから分かります。またテストシーケンスとラベルのエンベディングの、相関になります。左の A の図では、コサイン類似度のマトリックス、左の A はコサイン類似度のマトリックスで、右は、TSNE プロットをした、して可視化したものになります。学習から得られた、テキストのエンベディングとラベルのエンベディングで、対応するクラス間で、強い相関が見られることが確認できます。また、この、モデルは、スコアも、高いものを達成しているのですが、パラメータ数と学習コスト、学習時間のコストが、少ないものに抑えられています。で、比較している、4つのモデルの中ではスウェムに次いで2番目に、低い値を達成しています。
結論です。本論文ではラベルエンベディングのモデルを、提案しています。単語とラベルを、同じ空間に埋め込み、文章表現に伴う単語とラベルのペアの、適応性も測定しました、しています。これを適用したリーマンアルゴリズムは、従来の手法と比較して計算コストが大幅に削減され、スコアとしても、ステートオブジャートと比較し同等の性能を示しています。以上で発表を終わります。